はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プレイステーション VR をとうとうゲットしました。で、今プレイステーションの、画面が出ていると思うんですけども、もう自分こういう状況なんで、今ねこの画面しか見えてないです。で、多分こっちの方にねカメラをセットしたはずなんで、まあ大丈夫だとは思うんですけれども、今ねこのバイオハザード7に、カーソルが合ってるんですけれども、まだねバイオ7はやってないです。で、セッティングをして、でこのね右側にあるザ・プレイルーム VR っていうのをまあちょっとやってみたんですけれども、プレイステーション VR これマジすごいっすね。本当にねすごいです。めっちゃね感動しました。で多分ねこのね今動画で見ているこの画面上だと自分がね今体感しているこの臨場感っていうの、それはね多分ね10分のね1もね伝わらないんじゃないかなっていうところがね、やっぱりちょっと残念なところではあるんですけれども、このねバイオハザード7プレイステーション VR に対応しておりますので、ちょっとこっちを、初見プレイでやっていきたいと思います。いやバイオハザード7自体は全然初見じゃないんですけれども、プレステ VR でやるのが初見っていう感じですね。まあ僕の動画を見てくださってる方は分かると思うんですけども、もうバイオハザード7は2周してるんでで一応最初からやって、まあ、キリのいいところあたりまでやっていきますかね。まあ、多分ね戦闘とかにはならないと思います。まあ、今回はそのプレステ VR を買ったよっていうような、ものなので、そのゲームのね内容をやっていくものじゃなくて、でゲームの内容自体はダウンロードコンテンツまだ全然やってないんで、まあ、そっちの方でやっていこうかなと思ってます。じゃあ、バイオハザード7やっていきましょう。まあここは普通の画面ですね。まあ普通の画面って言っても画面自体がでかいんでそれなりに怖いんですけど、いやーちょっとドキドキするね。これもまあ普通ですね。まあこれも普通ですね。ロードしていますと、お VR モードでプレイしますか。はい、VR モードのチュートリアルを行いますかと、必ずチュートリアルを実行してください。はいと。うお、お、すげえ。いやこれすげえけどそれめっちゃ怖えわ。もうこの段階で怖えんだけど。姿勢を整えてオプションボタンを長押ししてください。姿勢を整えて、整ってるかどうか分かんないけど、オプションボタンを長押しと、オプションを長押しするとポジションリセットされます。プレイ中に大きく、あ、じゃなくて姿勢を大きく変えたりズレを感じたときはオプションを長押しするようにしてください。あ、なるほどなるほど。いやてかさ、この画面が怖いんだけど。頭を動かして周りを見渡し、上下左右にある赤い印を2秒ずつ注視してください。頭の動きでターゲットを見づらい場合は見やすいよう姿勢を変えることを推奨します。 OK。 これね超怖いんだけど、これ絶対ね今俺がどんだけ怖いかっていうのはね多分伝わってないと思ってる、伝わってないと思うんですよ。もうお前何言ってんだっていう感じですけど、これやばい。上、はいはいはい、下、あとはこっちあったよね、左、右と、はあ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 、ワイヤレスコントローラー L で移動ができますと。目的地まで移動してください。うお、すげえすげえすげえ、はいはいはい、おー、これちょっとあれかな、酔うね、あ、酔うわこれ。壁や物に近すぎる状態で移動すると不快に感じる可能性があるためご注意ください。周囲にある白いラインは VR 空間での距離感を分かりやすくするための基準ラインです。必要に応じてオプション画面からオンオフが可能ですと。R を倒すと体が30度ずつ旋回します。何度か R を倒して旋回することを確認してください。はいはい。てかさ超怖いんだけど、もうこれでこの段階で、こっからさなんか変なのが出てきたりしないよね、いきなり。基本は頭を動かすようにしてくださいと。回りきれないときに R を使ってください。まあそうだよね。で、今さ、これ、
カメラ自体俺の姿どう映ってんだろうね何やってんだこいつみたいな。移動と旋回を行い、周囲にある3カ所の目的地すべて移動してください。はい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 、はい、こっちにあるね。こっちにあるよ1カ所でさ、俺こうやってさ見てるけど、このさ画面もさ、その動画の画面に連動されてるのかね。まあいいや、R を上に倒すことで、現在頭の向いている向きが正面になるよ。あ、なんだろう、もうびっくりした、いきなり暗くなったよ。あ、どういうこと。でこうやって、はい、まあいいや、とりあえずこっちに行こう。わ、これマジマジちょっと酔う酔う酔う、え、結構酔うよこれ。なんていうの、 3D 酔いじゃないんだけど、俺あんまりそういうの感じない方だと思ってたんだけど、これはね酔うね、歩いてると。ただ自分が本当に歩いてる感っていうのはねある。 VR モードでのいくつかの要素はオプション画面で、設定を変更できます。 VR モードになってきたら自分に合った設定を探してください。ただしこれらの変更です、場合によっては不快感を覚える可能性がありますのでご注意くださいと。うお、怖い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 。チュートリアルを終了します。 VR モードはこまめに休憩を取りつつプレイすることを推奨します。気分が悪くなったり疲れを感じたときは無理せずすぐ VR モードを終了してください。あ、わかる、もう今のこれだけで結構疲れたもん。結構酔いますねこれ、結構酔うけど半端。うおー、バイオハザード7。うお、すげえ。え、ないよないよね、いや、ないないよ、そりゃないけど。いや、こアイテムボックス、あ、ここあれじゃん、ゾイの部屋だよ、ゾイの部屋、ゾイの部屋っていうか何、トレーラーボハウスみたいな。あ、トイレある、うわトイレ切ったな今さ俺が何やってるか皆さん分かりますかね。いや、すごいんすよ、これゾイのブラジャーとか見えんのかな。あ、見え、あ、いた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 、なんか落ちたこれ確かにね、周り片さないと危ないわ。ゾイのブラジャーちなみに見えなかった、ないのかな。すげえ、これ本当にね、前にね、あるよある。いや、ないよないんだけど、あるよ。じゃあやっていきましょう。まあ、ニューゲームでいいかな。特に戦闘とかはないけど、カジュアルでいきましょう。いや、これすげえ、ほんとすげえ。あ、まあ、これは普通だね。リーさん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、ちょっと画面が大きいくらいかな。もうすぐ家に帰ることになったの。映画館で、まあ、見てるような感じですね。待ち遠しいわ、この子守みたいな仕事を。あ、これかあんまりあれか首を動かしすぎると、なんか警告が出るな。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。これもなんかあんまり立体的な感じはしないけど、離れていてもあなたを思ってるから。おお、これすごい、これすごい、ちょっとすごくなってきたよ。これあれか、今ミア送ってる場面か、配線で。そうだね、で2つ目の動画を撮るところか。イーサン、あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。まあここは普通、普通ですね。やっぱりその VR 的なところとなんか普通の感じのところが分かれてるか。はい、いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ、大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ、戻ってきた。見つかったのか、どうやって。戻ってきて、詳しいことは分からない、ね、分からないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに。ダルベイだ、ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。まあ、これも普通ですね。
転して、別に俺が運転してるわけじゃないんですけど、お、すごいすごいすごい、これすごい、今すごいよ。え、いやもうハンドルとか握れないよねそりゃ。もういやもう周囲見渡せるわ。ここだな。あ、すげえ。いやこれすごいわ。あ、マジすごい。え、これ今俺さ車見てるんだけど、画面も車見てるかな。やっぱそういうの連動してんのかな。まあいいや、歩いていきましょう。うわー、ちょっとこれ結構酔う、本当に酔うわ。これ慣れないとダメだな。え、怖え。でもいや、おー、虫とか超、うわうわうわ、超うわ、超やだ超やだ超やだし、超酔うし。え、これ長時間無理だな。これ30分とかね、できないわ、慣れないと。走ってみようか。目的を確認する。お、こういう画面になるんだ。なんかすげえプイプイみたいな感じだよ何があって絶対思ってると思うんですけど。あ、これすげえ、葉っぱがすげえ近くにある。え、こんなんさ、いきなりマーガレットとかをバーって出てきたらさ、心臓止まるわマジで。内容知っててさ、ここの段階でこの怖さだからね。おお、ブザーあったんだこんなとこに。特にいないか。いないか。あ、結構画面が揺れるな。あ、そうそう、ここは特に開かないんでこっち行きましょう。いやこれちょっと15分とかが限界かもな、 VR でやるのは。クルバールね、もうそれ全部知ってるんだけどさ、三脚とかも起こってんな。いやすげえ、開けてみよう、開けてみようってなんか変だけど、ここら辺がちょっと確かにね、なんかこう接近すると結構酔う。おお、ようこそ。スーパーゲーターズエピソード17、ルイジアナのゴーストハウス潜入と。あ、これ車の中とか、お、見え、お、すげえ見えるわ。お、見える見える見える。おお、ちょっと操作がまだあれだね。頭の感覚とその左スティックと右スティックの恵みを受けると感覚がうまくつかめなくて、ちょっとね、ようね。虫もちょっとやだな。うわ、虫やだ、ほんとやだ。うわ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 、先へ進んでいきましょう。これす、ああ、そう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 、ジャックベイカーね。こいつさ、マジこっからどこに行ったのあ、これ水溜りとかすげえよ、水の質感。こうやってさ見渡せるのもすごいよね。いやー、この感動はね、ほんとほんとにね、味わってもらいたいですね。これ上からさ、ジャックベイカー行ったのかな、よじ登って一瞬で。あっち側にさ湖あるねいや実際にあっち側とかないんだけど、これ絶対さ旗から見たらさ頭のおかしいやつだよな。カラスとかあったよね。あ、カラスが飛んでくるんだ。ちょっと接近してみようか。え、いやカラスとか怖いんだけど、普通にいるもん、カラスだって。おおで、これは何なの、よくわからん。あ、ちょっと、もうすでに酔ってきた。これちょっと小屋入って、セーブポイントあたりで、ちょっと終わりにしましょうか。はじめの導入部分ということで。あ、これしゃがむと立つは一瞬で切り替わるな。画面が一瞬で切り替わる。立ったりする動作は、ないね。え、これダウンロードコンテンツやりきれるかな？すげえ酔うんだけど。で、こっち側に行って、え、ここ飛び降りんの？ここってこういう感じだったんだ。で、屋根裏部屋から、あそこから逃げ出したのかな？え、ここ降りんの？いや、ちょ、怖いんだけど、これ。いや、怖いよ。普通に怖い。おぉ！おぉ！で、バッグが捨てられてるんで、ずっとこれここに捨てられてたのかな？
詳しく調べると、あ、すげえ中に入ってるわ。運転免許証、運転免許証出てきた。で、アイテム、おーおーおお。あ、こういう感じで出てくるんだ。ちっちゃすぎて見えない。これ拡大できないの？いや、これなんかすげえ取れそうなんだけど、いや取れないよね。で、この家の中に入っていきますか。ちょっと入りたくねえな。いや、この先に何があるかとかさ、いや知ってるよ。いや知ってるけどさ、いやこれ超怖いんだけど。いやもう3周目だよこここれやるの3回目なんだけど、いや怖え。え、暗いとマジやばい。やばいこれ。いや、これ無理だ。いやこれマジ無理だわ。え、暗いよマジで。暗すぎでしょこんなの。いやこんなんさ、横から例えば来たらさ、心臓止まるわ。てかマジ入れねえよこれまた。え、暗っ。え、いや分かるよ、この先行くと何があるかっていうの知ってるよ。いや知ってっけどさ、超怖いんだけど。くら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 。おお、はいはいはい、電気。おお、いやこんなのさ、マジ初見プレイでやった人すっげえな。ドアを開ける、閉めると、3周目でこの怖さだよ。だっていやもう知り尽くしてると言ってもさ過言ではない状況でさ、これだけの恐怖感を与えてくるとは。これ開けよっかじゃあ。うわーうわー超うわうわ、ゴキブリとか超やだ、キモ。うわキモ、うわ超やだ。うわこれマジ気持ち悪くなる。水とか、うわうわうわ、虫虫虫、開ける？うわすげえ。え、実際だとこんなになるんだ。そりゃ閉めるわ。冷蔵庫開けよっか。うわこの寝ちゃって具合すげえな。いやあれ、俺今正面どっち向いてる？テレビの方向いてる？もうわけがわからん。自分が今どういう向きになってるのかちょっとわかんなくなってくるな。よし、これ読んでみよう。ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年間で20人以上と。これすごい、なんか上向くとね、文字もね一緒に上行くよ。すっげえな。いやこれはすごいわ。こうか。いや超怖えわこれ。いやこんなんさ、いやこんなん先進めねえよ。いやすげえ怖いんだけど。いや何にも出ないよ、そ何にもわーって出てこないの知ってるけど、知ってるけど超怖いよこれ。ちょっとここのセーブポイント行ったら一旦終了しましょうか。ちょっと怖すぎる。いやこれバイオハザード7 VR モードでさ、完全初見プレイでやった人、やり抜いた人尊敬するわ。ほんとすごい。でビデオテープがあるんで、このビデオテープ見れない、怖すぎて。廃屋取材。いや暗っ暗っ、いや暗いわ。じゃあちょっ、うわ何今の音。ちょっと画面戻りますか。という感じですね。これやったね。多分ね伝わってないと思うんだよね、このね俺の今の恐怖感、このね臨場感はね動画ではね伝わらないと思うんですけれども、 VR はマジでやばいです。これもうちょっとすげえ汗かいてるもん。いや3週目でさ、3週目でこんな怖いのなんてないよ。という感じですね。まあもしね VR興味があって、まあ体験とかねできるところあるみたいなんで、一回体験してみて、かなりすごいんで、まあおすすめといえばおすすめですね。お前 VR の何を体験したんだっていう感じですけれども、これはすごいですね。ダウンロードコンテンツマジやりたくないわ、これ無理だよやりきる自信がないっす。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。